械司令は2006年に発行されました。過去15年以内で機械の技術開発が非常に増え、機械司令はもはや最新ではありません。そのため、新たな要求事項は主に自律型機械とロボットを中心としています。また、機械の安全関連機能に入り込んだ人工知能に対しても、新しい要求事項が設けられました。機械は、インターネットを介し、リモートでますます制御されます。そのため、機械をハッキング等から守る必要があります。新しい法律制定のプロセスは2016年からスタートしました。2021年4月、欧州連合が機械司令の書稿を発行しました。現在は、試験施設等の関係者、メーカーや公的機関などがこの書稿に対するコメント作業を行っています。機械司令は2022年に発行されると考えられています。現在の機械司令は、前例同様に2から3年の移行期間の後に施行されます。2020年11月、欧州連合はその概要を発表し、機械安全に関連するアイデアやコメントを求めました。プフラインランドもこの概要に対し、専門知識をまとめ、現在も草案に対するコメント作業を行っております。プフラインランドは、この作業に2つのレベルで取り組んでおります。ドイツ連邦共和国労働社会問題省の協力のもと、国家レベルで行っていると同時に、ティック評議会として、欧州レベルでも様々な活動を支援しています。プフラインランドは、これからも新しい機械規制の開発についての最新情報をお届けいたします。